ゲーム終了後、昨シーズンで引退した大石慎之助さんの引退セレモニーが行われました。大きな拍手、大きな声で迎えていきましょう。
まして大石選手の一番のブースターであるご家族に登場いただきます。奥様の真由さん、お子様の上之介君、レイノスケ君、ひまるさんです。皆さん大きな拍手でお迎えていきましょう。上之介君、レイノスケ君、ひまるさんが手紙を書いてきてくれました。パパへ、13年間お疲れ様でした。僕はパパのジャンプシュートがかっこよくて好きです。大きな選手にブロックされないようにフェイクするところも好きです。パパが引退すると聞いたときはまだ選手でいてほしいと思ったし、もっとパパのプレーを見て勉強したかったです。でも寝るときはいつも足に治療の装置をつけていたから足も痛かったんだなと思いました。運動会も来てほしかったし、発表会も僕のミリオスの試合も来てほしいけど、ベテックスのパパは大好きだから、これからはずっとコーチやってね。忙しいのに時間があればみんなの外で一人バスケしたり、シュートを教えてくれたり、いつも僕の試合の結果やスタッツを見てアドバイスをくれてありがとう。僕の夢はベルテックスの選手になることです。パパがヘッドコーチで僕が選手になって一緒に B1 で優勝しようね。僕も夢が叶うように頑張ります。これからも僕にバスケを教えてください。上之介。パパ、バスケを頑張っている。パパが大好きだよ。時間があれば外でバスケをしたり、サッカーをしたり、ドッジボールしたり、遊んでくれてありがとう。これからもベルテックスの応援するから、パパも頑張ってね。レイノスケより。パパへ、ピッピはチアになってベルテックスを応援するよ。コーチのパパもかっこいいよ。大石ひまな。ご家族でホームセッションに移りましょう。素敵な手紙、素敵なメッセージありがとう。さあ、ここからはラストパスセレモニーを行います。パスの最初は一緒にベネズショットを支えてくれました大沢歩夢。さあ、それでは大沢さん、行きましょう。ラストパスセレモニーです。
生の力を借りて、すべてが欲しいように、すべてがありがとうしていきましょう。改めて最後に